道島リバービエンナーレは道島リバーフォーラムが毎年夏に行うホール主催イベントの一つ。2009年がビエンナーレとしては初回。2008年はレゴで作った世界遺産展が開催された。道島リバービエンナーレは道島側のほとりに位置する道島リバーフォーラムが各年で開催する現代アートの祭典。 2015年は7月25日から8月30日までテイクメツーザ・リバーと題し開催される。第一回目はリフレクションアートに見る世界の今と題し南条文夫がアートディレクターを務めたアジアにおける最大級の国際美術展シンガポールビエンナーレの出品作品の中から政治的、社会的、文化的な問題提起を行うエリスグッタ作品。 二十六点が展示された。参加アーティスト、アイバイマコト、アルフレド・イサベル・アキリザン、アクタン・アブ・ディカリコフ、ジェーン・アレキサンダー、イーラン・イー、トマス・オチョア、ホセイン・ゴルバ、シュービン、スーハ・ショーマン、セェ・スーメーレオニード・ティシコフ、ドリック・ピクチャー・ライブラリー、チャーリー・ニ・ジンソン、福田達郎、セルジオ・プレゴ、イサック・ベルビック、ツーニ・エンホ、ショーイン・ヒロ・ユキ、ファハド・モシリアンド、 シリン・アリア・バディ、フリオ・セサール・モラレス、アイザック・モントーヤ、クレア・ランガン、ディン・キューリー、リー・キー・ボン、クリスティナ・ルーカス、ジョッシュ・ア・ヤン。第2回目は、イーダタ・カヨウ、アーティスティックでイレクターに迎え、エコ・サフィアと題した展示が行われた。3月の大震災を厳しく受け止め、これからの地球のあり方を、アートと建築というテーマのもとに、自然環境、社会環境、 人間の心理の3方向から考察する。エコサフィアには、エコの哲学を実践する惑星、という意味が込められており、知見、水見、危険という領域で未来に向けての地球のビジョン、新たな自然観、世界像を指し示す空間を会場全体で見せていきます。参加アーティスト、知見楽園の象徴、都市、森、砂漠水見生命体の象徴、海、川、 池危険天地創造と精神の象徴、待機、宇宙。ありがとうございます。